はい、皆さんこんにちは。クリームフラワー代表フラワーアーティストシンです。今日はですね、先日の動画で少しこうお伝えしましたが、Mフラワー事業拡大のための講師募集の話をしたいと思います。今回ですね、特にまあ今Mフラワーの講師が必要な関西方面、それから九州方面、四国方面ですね、そのあたりの講師を重点的に募集したいと思います。ただその他の地区でもですね、まだまだ講師は必要ですので、ぜひね、Mフラワーで活躍したいという先生はお問い合わせください。他団体の今講師を現状やっていて、生徒さんを教えているという先生はから優先的に、お話を聞いていきたいと思いますが、これからね、こう、まあ、他の団体のディプロマを持っていて、これから Mフラワーの講師として活躍していきたいという、強い気持ちのある先生も募集していきます。でもちろんですね、他団体の方針、それから、アレンジメントの講師、作り方ですね、とかもM フラワーとは違いますので、1人ずつですね、お問い合わせいただいた方にはお話を聞かせていただいて、M フラワーの講師としてのこうスキルをね、もう少しこう身につけていただく方もいらっしゃるかと思います。またもう今のまま十分ね、こう講師として、自分ね、こうシステムをお伝えしたらできる方もいらっしゃるかもしれません。そのあたりは先ほど申し上げましたが、一人一人、きちんとこう面接をして決めていきたいと思いますので、ぜひね、とにかくやる気のある方はお問い合わせください。まずこう Mフラワーのじゃあ、ね、メリット、デメリットのあたりをここでお話ししていきたいと思います。まずはメリットから話していきましょうか。まず Mフラワーは講師としての活動がですね、しやすいスクールであることには間違いないです。例えば本部にこう上げていくお金とか、そういう面で、全てその先生がきちんと先生として、先生としての職業が成り立つためのシステム作りをMフラワーはしていますので、そのあたりは一人ずつの面接の際に詳細をね、ちゃんとお伝えしていこうと思います。それからですね、やはりこう個人の個性を生かしたスクールということで、同じことはしません。例えば本部のテキストがあって、そのテキスト通りのことをしなければいけないとか、そういうことはありませんし、またお花のこの知識ですね、どん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 先生に身につけていただいて、こう本当のお花の先生としてのスキルを身につけていただくこともMフラワーではできます。というかそういう先生ばかりです。なので例えば講師免許を持ってて生徒を教えているけど、私にはまだそういう自信がないという先生方もMフラワーに来れば、そういう自信をつけることもできます。そして先ほど一人一人の個性を生かした講習をしていると言いましたけれども、その個性を生かした講習というのは、それぞれのMフラワーを先生が作り出していくことになります。なので2人と同じことを教える先生はいません。ただ元にあるシステムは皆一緒です。ただそこから先は先生個人個人がご自分で構築していく部分なんです。なので、まあ、僕には僕のMフラワーがありますし、あなたにはあなたのMフラワーがあるんです。なのでこう壁がないんですね。だから自分の中のMフラワーを作って、それを生徒に教えていく。だから生徒さんはこうどこのMフラワー、3個Mフラワーがあるとすると、3個とも通っても全ていろんなものを身につけることができるというね、スクールになっています。その他にもね、いろんな特典があります。Mフラワーでは毎年ね、展示会とか、
全国発売される単行本に作品を載せたりとかですね、でそういう作品発表の場所もたくさんあります。でそして、まあ、そういうものに関してもリーズナブルにできるように全てが仕組みができていますので、あとはですね、もちろんこの資材とかそういうものも先生として、仕入れ価格で、仕入れることもできますし、本部からの課税供給もすることができます。はい、では次に N フラワーのデメリットについてお話ししたいと思います。皆さんね、 YouTube を見てくださったりインスタ見てくださったりして、お分かりだと思いますが、 N フラワーはデザイン性をね、はっきり言ってすごく高いです。皆さん講師のスキルも高いです。ただ、まだ出来上がって数年のスクールなので、どんどん今ね発展途上している状態です。なのでまだ、そのデザイン以外のシステム作りというのは、今、構築している最中でもありますので、まあ、そのあたりでね、まあ、デメリットの部分もどんどんみんなでね、話し合ってなくすようにしています。なので、まあ、またそのデメリットの部分もN フラワー全体の先生がいろんな意見を、言ってくださって、それを吸い上げて改善していくので、まあ、僕としては、まあ、メリットの部分でもあるんではないかと思っています。ではですね、まず一番大事なのは N フラワーで活躍したい、 N フラワーで生徒を教えたいっていうね、こうやる気なんです。その情熱とやる気がある先生はぜひこちらに問い合わせをください。一人ずつね、本当こうお話を聞いて、N フラワーでこう活躍できる先生なのか、それとも他のねスクールの方が実は活躍できる先生なのか、そのあたりも、お話をして決めていきたいと思っています。なのでね、まあ本当にこうやる気がある人は気軽にお気軽にお問い合わせをしていただけたらと思います。まあね、N フラワー僕を含め、本部理事の先生たちみんなね優しい先生なので、本当にこう親身になって皆様のお話を聞いてくださると思います。本当に先生として活躍して活動して、ちゃんと先生として成り立っていかなければそれは嘘なんです。なのでちゃんと先生としてN フラワーで活躍していきましょう。本当うちはね、まあみんなでね楽しくやってるんで、楽しんでみんなでこうお花の輪をね広げていけたらいいなと思ってます。では多くの問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いします。